今回紹介するのは「ハッタリの流儀」ソーシャル時代の進化兵である影響力と信用を集める方法という本です努力の型を持っていますかメディアから見える姿は俺感が強く近寄りがたいなとどことなく遠ざけてましたが気になって読んでみました本書の終盤が胸に刺さる僕はいまだに 今日より明日の方が少しでも改善できているように毎日毎日努力し続けているここは結構努力どい部分だ堀江さんのような方ですらこうなのかと思っていたら努力イコール。 しんどいではなかった努力をしているときは苦しいわけではない本当の努力は楽しいもの楽しくない努力をしているようだとまだまだ甘い今努力が辛くても焦らなくて大丈夫努力が楽しくなるのは少し自分が得意になってから楽しくなるまで一回努力をしてみよう本気で努力する人は意外と少ない努力はコスパがいいだから まずはがむしゃらに徹底的にとことんやりきって自分のレベルを上げてみることだこの努力の方を堀江さんは持っているというはったりを支えている裏には楽しい努力があるということを気づかせてくれました本書の始めから読むと最後の着地がより深まります以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。